クローバーネット TV サイクロチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、3月23日第6回放送です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組はクローバーメディア四季スタジオからお届けしております。それでは早速、この番組のメインでいらっしゃいます武田邦彦先生をご紹介したいと思います。武田先生、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶ春めいてきて、はい、僕もピンクのネクタイをしてですね、はい、桜に備えて、桜に、はい、もうだいぶ咲いてますね。そうですね、東京都内の方がだいぶ今週末満開になるような予報でありますが、まあ、この辺の地域ですとまだ 2,3 分程度という感じはしますね。なるほどね、はい。なんか桃子さんも桃色ピンクでないですか、今日は。今日はですね、はい、うっすらとベージュ色の感じで、ベージュ色で、なるほど、少しだけちっちゃなミツバチがついているピンブローチを。ミツバチも。ミツバチも。最近読者の方から桃子さんの評判が上がってですね。そうですかね。まもなく僕の話はどうでもいいっていうなんじゃないかと期待しています。いやあくまで先生の、私はそのそれでなんか桃子さんの年齢推定ゲームっていうのがあってですね。なんかね、今のところね、はい、どうも28歳に落ち着くようなんです。あら。初めてでございますね、それは。そうですか。非常に皆さんの持ち上げるのがお上手な方、いやいや視聴者の方多いということで大変ありがたく、いやいやそれに期待にご期待できるね、こちらがね、答えられるようにね、頑張りたいと思いますけどもね。はい、では今回もですね、実は視聴者様からいくつかのお便りいただいた中の一つご紹介したいのがありまして、はいはいはい、よろしくお願いします。はい、それでは内容ですが、いつも楽しく番組を見ています。前回の仲のいい夫婦になるにはのお話は大変ためになりました。お話を聞いているうちに、私は仲のいい夫婦になるための方法ではなく、夫あるいは妻を論破する方法、つまり夫あるいは妻をやっつける方法を聞きたいと思っていた自分に気づき、なるほど、ハッとしました。なるほど。先生のおっしゃったことは夫婦の仲を良くするための方法であって、私の求めていた喧嘩に勝つための方法だったんですね。はいはいはい、求めていたのは喧嘩に勝つための方法だったんですね、はい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 、それが分かっただけでも何だか人に優しくできる気がしました。そうですね、先生どうもありがとうございました、というようなお便りでございました、まあ、そのうちね、先生のこういったお話が学校の教材の一部になるかもしれないというね、噂もありますけど、そう、僕は自分の著作物、ここで話しましたかね、国語の教科書に載ってるんですよね、はい、ですからもうすでに、高等学校ですけど、はい、現代国語ですね、うんうんうん、そうなるといいですけども、そうですね、はい、いつでも皆さんからね、こういったお便りも頂戴すると大変励みになりますので、はい、ぜひお送りください。それではまずこちらの話題から今日は行きたいと参ります。はい、はい、まずですね、ホットな話の時事問題からいきます、はい、はい、これはもう今まさにじゃないですか、ですね、ニュースでも連日ここのところやっていますが、はい、そうですね、森友事件での財務省の文書捏造、ということで、はい、まあ、事実関係は、まあ、地上波とか新聞にものすごく出てますので、はい、まあ、ここでは、まあ、考えるべき点をね、ちょっと整理したいと思いますね、はい、でこの事件は質的には割合大きいんですよ、はい、まあ、財務省というところが、まあ、組織ぐるみで、まあ、この頃国土交通省も関係しているという話も出てきますけど、はい、まあ、10億円程度、まあ、6億円からぐらいの問題なんですね。ただですね、国家予算というのは大体1年間で100兆円ですね、はい、ですから、まあ、10億だとしても10万分の1の、その国全体としては10万分の1だから小さいって言うんじゃないんですよ。事件の質的には大きいんだけど、量的にはね、100兆円のうちの10億円の事件なんですね。それは10万分の1とかどういうことかっていうと、年収300万円のサラリーマンがいたと。そうするとね、30円とか20円とかいう問題なんですよ。だからまあ20円ちょっと友達に貸したら、友達がなんかズルして返してくんないよとか、そういう問題なんですよ、その規模としては。だからその友達に裏切られたということはあってもね、裏切るという程度も、まあやっぱり10万円裏切られたって大きいけど、20円裏切られたっつって、まあこのところ国会が1年半止まってるんですよ、ほとんどね。だからちょっと20円友達から裏切られたから1年仕事しないよっていうのはね、ちょっと行き過ぎかなと。だからそこのところ
少し冷静になって、まあ、考えるべきじゃないかなというふうに思います。一つですね、はい、それでそれなので憲法も朝鮮問題も景気の問題も子育ての問題ももうそのままになっちゃってですね、うん、であの通したい法律が随分あるんですけど、はい、それがもう次から次と遅れているわけですね、うん、それにあの、まあ、安倍首相の参戦を防止しようとかほとんど関係ない民間人の安倍夫人の挙動だとかそういうふうにこうどんどん話が拡散していってるので、うん、まあ、これ の見ていただいてる人はねあんまりそれにこうかかずらない方がいいんじゃないかなと思うんですね。それから着地点っていうのがね、日本人はですね、着地点を考えないんですよ。はい、ちょっとこの言い方ひどいんですけど、子供みたいなところありましたね。目前になんかあるとそっちにわーっと行っちゃうんですよ。ところがアングロサクソン、イギリス人なんかは嫌いなんですけど、いつも着地点考えて、ちょっと当面譲っても、うまく最後に俺がいいようにっていうふうに考えるんですね。まあ、そういう点では、ちょっと今度の、森友問題はですね予算委員会も開かれてませんし憲法問題もやられてないしだからスキャンダルはスキャンダルとして許せないところもあるんで、まあ、特別検察官みたいなのも任命してですね、まあ、6ヶ月後ぐらいに報告を受けるというぐらいいいかなと。それから、安倍首相の国会関門なんか問題になってますけど、はい、ちょっとその、本人はもう全然何もやってないって言っておられるし、それからまあ相手の人が安倍首相が来てあの夫人が来てこうのこうの言ってるだけですから、ちょっと民間人を国会に呼んで嘘を言ったら偽証罪っていうことを慣例を作る、今までないんですよそのこと、はい、慣例を作るとですね、まあ、僕らもいつしょっぴかれて国会で証言させられて偽証罪だってやられることあるんでね、やっぱ相当慎重にはやってほしいというふうに思いますね、はい、まあ、この問題が一番大きいんでちょっと最初に触れとかなきゃいけないと思って、まあ、時間をいただいた、ね、今どうしてもその一般的なニュースの内容はそれにこう傾向を持ってかれているっていう感じで、ね、注目をどうしてもしなきゃいけないような雰囲気にもなってますの です、ちょっと思いとどまる感じ、そうですね、もう一回ちょっと引いて、ね、まあ、見る必要があるんじゃないかと、うん、こういうことで被害を受けるのは結局僕らの子どもたち で、 そういうことです、ね、政策が遅れて日本の力弱まりますからね、はい、そこをよく考えて、はい、こんな官僚が捏造文書を作るのおかしいじゃないかっていうふうにバーッといかないでですね、うん、そこをもう一個、まあ、少なくとも事実がはっきりするまではあまり自分の意見を作ってしまわないと、はい、あんまり事実がはっきりしないままに自分の意見を作っちゃうとね、うん、今度引っ込みがつかなくなっちゃってですね、うん、まあ、いかんということもありますからね、はい、ということです。はい、ありがとうございます、はい、では早速次のお話に参りましょう、はい、そうですね、はい、はい、次はホットな話、憲法改正問題ということで、はい、こちらのテーマ実はなかなかね国会には進まない、国会の中で進んでいないので私たちの方が先にという感じになってますけども、ね、前回には2回目、前回に続いて今回2回目ということなので、はい、途中から参りたいなと思いますけども、まずは現在の憲法成立までの過程というのを前回やりまして、はい、ね、意外なこの時の流れの中で決まっていったというのが一番驚き で、何よりも日本が占領中に作られたというのがなんとなく新しい発見だったような私なんかも思ったんですけども、あまりこの辺は学校なんかでも具体的なお話してなかったんではないかなという記憶があるんですが、僕も学校の時は5月3日に日本国憲法が制定されてなんかみんなでお祝いするんだと、うん、まあ、いうふうにやってて、はい、まあ、占領軍が作った憲法だっていうふうには習ってなかったんで、そうですよね、まあ、それでちょっと違和感ありますよね、はい、で今日の、はい、次テーマに行きますか、はい、はい、論点の で結局この一番なんですが、皆さん何言ってるか分かんないと思うんですけど、うんうん、独立後の憲法はどっちかと、はい、一つは日本が独立してた明治の初めに作った大日本帝国憲法っていうのがあって、はい、日本は独立して日本人が作った憲法ってそれしかないんですよね実は。でもう一つは占領中にアメリカ軍が作った憲法っていうのが2つあって、うんうん、はい、まずはまあどっちを選ぶんだと。しかしまあ大日本帝国憲法ってもうすごい昔ですからね、まあ今の憲法を優先するんでしょうけど、やっぱりそこは必要であるということですね。だから今日は2番全文の意味というのをですね、少し、検討して、それと
まあ、問題になっている憲法9条、まあ、これまでいけばいいかなと思っております、はいはい、では早速次の、はい、そうですね、はい、あの憲法全文というのは憲法9条に比べてあんまり皆さん読んだことな読んだことないというか、まあ、切れ事書いてあるなぐらいなんですけど、これちょっと読んでみますとね、はい、日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、この次なんですね、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して我らの安全と生存を保持しよう、こう書いてるわけですね、はい、これはどういう意味かというと、なぜ国を作るか、なぜ日本国という国の中にいるかというと、我々を守ってくれるっていうのが一番大きいわけですよ、はい、何が何でもね、うん、だからそれは昔国ができたもともとっていうのは、野原に住んでたら馬賊がバーッと来て一家皆殺しにして家全部火放たれて、でもう悲惨な目に遭う、で王様を作ろうと思った、したら王様なんつったったら王様になってもいいけど、結局王様になるってことは俺が金をみんなから税金ですね取り上げて、君たちの息子を兵隊に取り上げて、それで戦場で殺すんだよと、それでもいいのかって聞くわけですね、うん、でまあそう住民がですね、まあ、それでももう馬賊が突然来てやられるよりかいいから国を作ってくださいっていうんで、まあ、国が作られたというのが、まあ、今から5000年ぐらい前の、まあ、著述物に、まあ、よく出てくる話なんですね、はい、でだから守るというのが一番大切です。その守るのをでしょ、誰に任せるかっていうとですね、平和を愛する諸国民の公正と信義に任せよう、それでここにある安全と生存を保持しようっていうことなので、これの読み方としてはですね、平和を愛しない相手国については軍事を使っていいとも読めるんですよ。これは平和を愛する人に対してはそれを信頼してということですから、例えば今だったらアメリカは今のところまあ攻めてきそうないな、フィリピンは攻めてきそうないな、そうするとアメリカとかフィリピンとかインドネシアに対しては日本は軍事力を持たない、つまり我らの安全と生存をフィリピンの人とかそういう平和を愛する人ならいいと、こうも読めるんですよ。そうすると例えば今中国とか北朝鮮とか日本を攻める攻めるって言ってるところについては、例えば今の中国と今の北朝鮮は少なくとも平和を愛する諸国民ではないんですよね。だって中国は沖縄取るっつってるし、はい、北朝鮮はミサイル撃つと言ってるからね、本心は別にして、はい、そうすると我らの安全と生存はこの平和憲法9条じゃ守れないってことになるんですね。この問題もう一つありまして、多分憲法議論が盛んになってくると、もともと憲法は、自衛権、今の自衛隊がこれなんですよね、自衛権は放棄してないんだと、つまりこういうふうに書いてあるんだと、相手が平和を愛する場合だけなくてもいいけど、平和を愛してない人が来たら戦わんといかんと、まあ、北朝鮮の拉致問題なんかそうですね。ですからそこがね、よくこの際憲法改正の時にもう一回ね、これちょっと今日は時間がないんで全文のここだけを紹介しますけども、全文に基づいて書く条文があるわけですから、だからやっぱり全文っていうのも理解しておく必要があるというふうに思いますね。それを見て9条を見ますとね、ここで書いてある、まあ一番は軍隊を持たない、紛争やしないっていうことですね。全国の目的を達成するために陸海空軍は持たないと、抗戦権もないと、これ一番重要なのは抗戦権なんですけど、はい、戦うことができないっていうことを言ってるわけですね、はい、でこの戦うことができないということと上のことは何かっていうと、国際紛争を解決する手段としてって書いてあるわけです、はい、国際紛争を解決するっていうのは自分の命が奪われることを言ってるんじゃないんですね。例えば あそこの島をどっちかが取ろうと、これ国際紛争だ。例えば今だったら竹島っていうのがある、はい、韓国は独島って呼んでる、はい、うちは竹島って呼んでる、はい、国際紛争ですよ、うん、それを解決するのに軍隊出さないと言ってるだけであって、ここ注釈がついてますよね、うん、だからその、自分の命を守るためにはどうかというと、この 2項はいらないんじゃないか、ね、それで結局自衛隊の問題っていうのがまあ議論になる。
それで現在の憲法を改正しようとする方はどういう考えかっていうと、はい、要するにこれじゃ曖昧だから、うん、もっとはっきりと自衛隊はいいよと書こうというので今争ってるわけですね。ですからまあ前文の問題とこの国際紛争を解決するっていうのがどういうことなのか、なぜ第一項を置いてこれであの、武力の行使について、武力の行使は国際紛争を解決する手段としては放棄する、じゃあ拉致問題っていうのはね、日本人が取られる、これは国際紛争かっていうと、いやこれは人権問題だと、そうするともちろん軍隊出てっていいと、武力使っていいと、まあ、こういうことになるわけですね。でしかしね、本当に日本人がみんなそう思ってるかっていうと、僕ちょっと疑問あるんですよ。僕左翼でもあり右翼でもあるんですけどね、その本当拉致問題に武力を使っていいかっていうのはね、僕たびたびいろんな人に質問してるんですよ、はい、左翼の人はね、まあダメだというのが多いね。じゃあどうすんのって言ったら、いや拉致されたら拉致されたらしょうがないじゃないか、いやちょっとそれもね行き過ぎかなと思うんですね。ですからこのところは日本人一人一人が心で決めていい課題なんですよ。拉致も日本人が拉致されたら取り返しに行くっていう時に行けるのか、それとももう拉致されたままなのか、武力使えないのかっていうね、そこが現実の問題としてありますからね。それから沖縄は中国が取るって言ってますから、この時に沖縄に中国軍が来たら日本軍はどうするんだ、これやっぱり決めといた方がいいわけですね。だからここはよく、まあ、今日この話を聞けば一応ちょっとイメージが湧くと思うんですけど、もう少しもし時間があればご自分でよく読んで、はい、そしてやると。もう一個はあと2つあるんでね、独立国、実はさっき言いましたように独立国というのは戦争してでも国民を守ることができる、そういうところなんですね、はい、他の軍隊が国土にいないっていうことも大切で、はい、著しい不平等関係にないと、こういうのがまあ独立国だけど独立ですから、はい、ところが日本は戦争して国民を今のところ守れない、それからアメリカ軍が国土にいる、それからアメリカとの不平等条約まだいるということで、例えばトランプ大統領は、羽田から入ってこないで入国手続きどこでしたか分かんなくて横田にと、ね、アメリカ軍との基地に入るということですから、まあ独立してないんですね。で日本が独立してないということを前提にイギリスはサンフランシスコ平和条約に参加したというのが普通外交なんかで言われるんですね、はい、アメリカがイギリスに言うんですよ、サンフランシスコ平和条約に出てこいとね。それはいやこうはまた日本の軍部が暴れたら困るって言った、したらアメリカがですね、いやそんなことないよと、形だけ独立だけど何たって交戦権がないんだと、それから俺たちの軍隊が駐留してるから、もう駐留してる軍隊がいる限りはちょっとでも日本に反乱が起きたらすぐその軍隊出てってやっつけられますからね。だからサンフランシスコ平和条約は形式的に独立させるだけだよとこう言って、それでイギリスが参加したと。で僕の考えはね、まあそれは別に僕右翼でも左翼でもないけど、アメリカは300年の歴史ですよ、日本は2000年の歴史でね、ちゃんと日本文化ってあるわけだから、まあ、戦争に負けた時はしょうがないけど70年も経ってまだ独立してないっていうのはちょっと情けないなっていうのが僕の感じなんですね。この問題は憲法改正とともにね、今度日本人が考えなきゃいけない問題だと思います。もう一個あるかな、独立の定義はまあね、もう一個スライドはここまでということで、あスライドここまで、ね、はい、ですから今日憲法問題で皆さんにこう一つ知ってほしいのは、一つは前文とそれから9条第1項と第2項の関係があって、で我々は殺されるんだら殺されるままかと、そういうことをね一回考えてみなきゃいけないですね。子供が殺されるのを親がそのまま見てていいのかと、これは国際的にも自衛隊をみんなが文句、世界のみんなが文句言わないのは、日本人の中で文句言ってる人いますけど、世界のみんなが文句言わないのはそれはまあ国だからねとね、自衛隊はしょうがないなと、まあ、こう思ってるわけです。それをまあ日本人が書けるかどうか、これはまあ前の戦争の傷跡が重たいんでね、気持ちはよくわかるんですけど、この際考えなきゃいけない。それから独立していない国に育つ子どもたちっていうのはまともに行くのかということがあってですね、まあそこは僕なんかもやっぱり形はどうにしてもきちっと独立しとった方がいいんじゃないかと、それには
まあ、戦後のアメリカ軍の文書を見ますと、アメリカ政府の70年もね、アメリカ軍がいるとは思ってないんですよ。10年ぐらいと思ってたんですよ。日本が必ず独立したいって言ってくるだろうからと。ところがやっぱ傷跡が深くて日本言ってこなかったんですね。で結局今までになっちゃった。で今はトランプ大統領がもう日本はアメリカに頼らないでくれと言うと、日本の中でもう慣れ親しんでるので、今度は、はい、まあ、今でいいじゃないかと、アメリカ軍がいたって別に目立たないんだからいいじゃないかってことになっちゃったんですが、まあ、今度これはよく考える必要があると思いますね。まあ、一人一人のこれからの考え方もしっかりとそういった点も踏まえた上で、そうです、憲法改正といったところもそうです、こう捉えていかなければいけないということですね。そうです。それでまあ主婦の方もお母さんもね、はい、やっぱり子どもに対する影響も大きいんで、はい、まあまあなあなあというのをあまり極端にやらずに、やっぱきちっとそこら辺は考える必要があるというのは私の、まあ、あれでね、今後憲法問題というのはもう一個でかい問題あるんですよ。人権の問題なんかは憲法改正すると悪い方向に行くんでね、だこれをまあどういうふうに考えるかという問題があります。まあ、そこら辺も少しずつやっていきたいと思います。そうですね、はい、ちょっと難しいかなって思われる方も多いかと思いますけどね、この辺はうまく、はい、自分が分かりやすい方法を選びながら、そうですね、民主主義ですから ね、どんな難しくてもやっぱ子どものためにっていつも僕言うんですけど、はい、親はやっぱりある程度考える必要がある。そうですね、はい、はい、それではこの後お知らせを挟みたいと思います。はい、前回までに引き続きましてバイタルアクト様から番組をいただいておりますので、こちらのお知らせとなります。武田先生のお話で私たちが元気になるように、弊社はこの国の元気のために力を尽くしたいと思いますということで、サプリメントのバイタルアクトでは綺麗な肌と健康を保ちたい方にぴったりの製品をご用意しております。完璧な栄養バランスで美肌を内側から作り、あなたの健康レベルまで底上げします。まさに一石二鳥、本当のサプリは飲めばわかります。お得なキャンペーンも実施中、定期購入がお得となります。回数に縛りはありませんので、2回目以降いつでも解約できます。では引き続きみんなで番組を楽しみましょう。番組ホームページと YouTube の詳細の部分にリンクがございます。ということで、バイタルアクト様からのお知らせとなります。本日もありがとうございました。クローバーメディアでは番組を応援してくださるお店や企業を随時募集しております。クローバーメディアまでぜひお問い合わせをください。はい、それでは次の話題に参りたいと思います。ガラッと話の内容が変わりまして、本当の話、健康編です。大切ですからね。大切ですね。もう寒暖の差、はい、ここのとこ数日実は10度ぐらいの差があったんですよ ね。最低気温と最高気温、でこの健康の話はですね、その寒暖の差とは関係がないように思われるんですが、花粉症です。はい、ですね、なんとかならないかというね、クローバーメディアさんが私をいつまで使うか分かんないし、はい、それからクローバーメディアさんがなくなってしまう可能性もあるんで、はい、なんですが、一応僕としては長期続くということを前提にですね、はい、ここでの話は、左にも右にもどこにも偏らない、視聴者の方だけに、まあ、役立つという、はい、しかも資料性があって、何かの時に、これずっとネットで見れますからね、はい、なんか花粉の話してたなとか、次の話題もそうなんですけど、そういう時に利用できるように、まあ私の知識はできるだけ駆使して説明しようと思います。で花粉ですけどね、はい、なんとかなりませんかって、ね、泣いてると。そうなんです。視聴者様から非常にこのお話がね多く上がってきたようで、はい、まあ、病院に行っても治らないとかですね、ええ、まあ、根本的な原因なんかが知りたいといったような声とか思うようなんですけども、はい、次のスライドいきますかね、はい、花粉症は花粉によるかどうかは不明である、うん、ということと、あ、これ書いてないな、僕忘れたんだ。あのね、ちょっとこれ見ないで、はい、花粉症っていうのはですね、症状なんですよ。症状、はい、花粉病じゃないんですよ、はい、それでね、これが一番僕言いたかったのは、なんで抜けてるかよくわかんないんだけど、ね、これ僕が出したもんですから、はい、病気は治す必要があるんです、うん、これは病気は治した方が良くなります、はい、将来とも。ところが症状は基本的には治しちゃいけないんですよ。症状は、例えば風邪をひく、そうすると熱が出る、はい、風邪ってのは病気なんですが、症状は病気は風邪なんですよ。症状は熱が出る、
くしゃみをする、咳をする、お腹が下痢すると、これが症状なんですよ、はい、症状は絶対治しちゃいけないんですよ、うん、なんでかっていうと多分熱が出るというのは、熱を出して体の元気を出して、例えば36度で敵をやっつける、やっつけられないんですよ、うん、これで38度まで持ってって2度上げて、そして敵をやっつけようとする、これが発熱ですね、はい、発熱という症状、それからくしゃみをしたり咳をしたりするというのは、ここら辺についたばい菌をあれだ一生懸命出そうとしてるんですよ、ウイルスを。で出すためにはもう咳しかないんですよ、だから咳するんです。鼻が詰まるのはね、もう入れたくないんですよ、有害なものを。鼻詰めるんですよ。それにお腹も下痢はもちろんそうですが、もう細菌を早く出すっていうね。だから症状を抑えるのが一番いけないんです、うん、ところがこれは世界ではね、先進国でもね、症状を抑えてくれっていう国民はほぼ日本人だけなんですよ、うん、日本人は症状を抑えてくれって医者に行くわけですよ。ちょっと明日ねテレビに出なきゃいけないから、熱があると困るからって、こうなるんですよ。そしたらお医者さんはしょうがないから、本心はそうじゃないけど、しょうがないから熱冷ましとか咳止めとか出すんですよ。それで僕は実は親戚にお医者さんがいてね、その人が若い時、診察終わって僕と一緒に酒飲んでたら、彼がね悩んでてね、いや小児科、いや今日こういう患者にねこういう薬出したけど、あれは出すべきじゃないんだよねと、うん、だけど出さないと見かけ症状が治んないから、うん、お母さんが別の病院行っちゃうって言うんですよ。同じことになるんで、うん、本人のためにならない薬を今日出しちゃったっつってね、うん、悔やんで酒を僕と飲んだ、よく覚えてるんですよ。ところがその医者もね、もう毎回毎回そうで30年もやってるとめんどくせえから、そのこと悩まずにね出しちゃうわけですよ。だからお母さんがまず子供をね見てね、で耐えられると思ったら症状は治しちゃいけないんですよ。で症状を治すのは必要なんですけど、それはね熱が高すぎてこれこのまま行っちゃったら変になっちゃうとか、それから下痢が続いて脱水症状になるとか、そういう緊急の時にやる、うん、なぜかっていうとね、それを子供の時からずっとやってると免疫力がどんどん落ちていくんですよ。要するに症状を緩和するっていうのは自分の免疫力を落とす薬なんですよ、うん、ほとんど全部が。だから何をやってるかって言ったら、風邪をひく、風邪のウイルスが入る、したら体の免疫系 T 細胞を中心として体の免疫系がわーっと出てきて、それで抑え込もうとする、うん、で抗体作ってね、その時にその T 細胞なんかをやっつけるのが薬なんですよ。自分の免疫をやっつけるのが薬って言うんですよ、うん、だから症状は緩和するわけですよ、うん、だけどそれはどういうことかっつったら、したら体はせっかく抵抗しようと思ったのにダメなんで下がっちゃうんですよ。で風邪ひくたびに下がるんですよ、お腹壊すために、花粉症のために。そうずっと子供の10歳の頃から40歳までずっと下がってると、もう40歳ぐらいになるとこの免疫がなくなってる。それで、まあ、花粉症とかアレルギーとか、まあ、これは典型ですけども、その他に例えばインド人はガンジス川で沐浴しても下痢しないけども、日本人は下痢する、そういうふうに全部なっちゃうんですね。これで本来はですね、これいろいろ説があって、僕これ自分の説言ってんじゃないんです、はい、医学界でちゃんと言われてる説の正当なものね、僕は特殊なものは使いませんから、正当に言われてるのはね、結局今の医療は症状を抑えようとするために、うん、50歳とか60歳になるとみんな弱い体になってる、それで老人医療費が今度かかると、老人になると今度さらにもう熱冷ましで飲むから薬こんなもらって、どん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 自分の免疫系をダメにするっていう方向になってるんです。でこれは医者だけの責任じゃないんですよ。医者だけの責任だったら簡単なんですが、医者だけの責任じゃないんで、患者さんが要求するから、僕もうっかり言っちゃうんですよ。ちょっと明日あれだから熱冷ましの注射打ってくんないですか、いやお医者さんがね、いやちょっと注射あれだから薬ぐらいにしてくれよって、いやそれは困るんですと、こうなったらね医者もやらざるを得ない。それの典型的なのが花粉症なんです。でちょっと花粉症の話にそれで入るとね、はい、あずか前のやつかな、あつらめこれね、不明でってやつ、あこれが先でしょ、はい、花粉症はまだね、花粉によるかどうか不明なんですよ。
ただ花粉が飛ぶ時期に花粉症が増えるとは確かなんですね。花粉か、あるいはね、花粉に付着してる、うん、なんかあのいろいろな化学物質とか、化学物質、それ可能性高いんですよ、うん、非常に、はい、でこれは免疫力が低下したものの疾患ですから、だから自分の免疫力があれば、あなたなんか全然そうなんですよ、花粉症全くもう杉の中に住んでたから、そうなんです、田舎、裏周り全部杉林の中に育ってたんですけど、そう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 、一切、まあ、あの実家にね、あの子供たちも連れてったりして、そういった時期もいたんですが、誰一人家族発症してない、お母さんが免疫力を持ってたら原則子供は引き継ぎますからね、だからお母さんは非常にそれ重要で、免疫力を強く持ってる必要があるんですね。それからまあこれはね、杉を切ればいいってことですね。で杉を切ればいいんですよ。杉はもう今ね、花粉出すってことは俺切ってくれっつって出してるわけだから、子孫もね変えなきゃいけないから、普通は植林でやりますから。で、あの森林国で森林に経営に失敗したのは日本だけで、それから中国から PM 来るって言うでしょ、あれまだね、あの土なのか昔から飛んできてる黄砂なのか、それとも石炭の煤煙なのか PM なのか、あ、じゃあ花粉なのか、まだ分かんないんですよ、発表しないんですよね。多分発表するとね、確かに誰か、あの読者の方が陰謀論言ってるそうですけど、なんかね、わざとこじらしてるって感じなんですよ。そうなんですか。ここで、はい、次お願いします、せっかくある、はい、だから辛いというのは症状です。症状は解消しちゃいけないんですよ、ね、それで花粉症になるってことは自分の免疫力が低下してるシグナルみたいなもんですから、うん、今日僕 2,3 日前から花粉症で、これで僕は軽いんですけど花粉症なんですよ。もう今日なんかテレビでもくしゃみは出るしね、はい、家に帰ったら鼻水は出るしって、だけどこれはねもう絶対に退治しないんです僕は。でひどい時はねマスクするんです、うんうん、で、あ、つまりね、一番いいやり方はね、僕みたいに今我慢できればもう症状がある状態の方がいいんです、うんうん、それで我慢できない時は今度は入るものを止めるっていう、だからマスクをするってこと、だから自分が我慢できる程度があるでしょ、その我慢できる程度にマスクで今度抑える。で僕の場合はもうこれ軽いから、はい、あの普通にしててもこのくらいだから、これがちょっとひどくなったりするんですよ、自分の疲れたりなんかして、だからマスクしてると、ちょっと僕の場合はもう花粉入ってこないんで、うん、止まります。だから普段から症状は絶対緩和しない方がいいんですよ、病気を治す。だからこの場合は花粉症は病気じゃないから、はい、だからこれは病気を治す必要がないんですよ。だから言ってみれば体内に花粉が入らないようにすると、うん、だからひどく言えば花粉症というのは一種の遺伝病、つまりお医者さんにずっと通ってるうちにだん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 自分の免疫が知らず知らずに弱ってくるということですね、うん、はい、ですから風邪なんかひいた時ね、我慢できればですよ、あの漢方ですね、漢方っていうのは毒物なんですよ、はい、うんうん、あの薬じゃなくて毒物なんです。あれなんで漢方っていうのは病気してる時に毒物飲ませるんですよ。なんでかって言ったら毒物飲ませて免疫を高めるんですね。ですから西洋医学はどちらかというと免疫を弱める、で漢方はどちらかというと免疫を強めるっていうね、そういうことするんで、多分ね将来は西洋医学ももう少し適切な、漢方よりかもっと適切な毒物を飲むということに多分なるんじゃないかと思うんですね。だからこの花粉症とかこれは健康の問題ね、もし読者の方が知りたいといろんな病気、はい、そうするとこの僕も花粉症がこう、僕なんかはこの一定で済んでるのはね、まあ免疫が弱ってるから出るんですけど、花粉の薬なんかやったら僕は一頃にダメになると思うんですよ。だって花粉に対する免疫力下がっちゃうから、うん、だけどもうすごく頑張ってて、まあ5年ぐらい3年ぐらいかな、この程度で、自分をコントロールしてるもんですから、だから今のところはひどくなりません、うん、そう、まあ理屈通りだなと自分では思っております、はい、私もやっぱり免疫力っていうのは常に意識しているので、そうそう、やっぱりそういうアレルギー症状などが出ないような体作りっていうか、そうそう、体を甘やかさないみたいな、そうそういったところでね、対応できていけば今後もいいかなと思って、ね、だから日本は今ね非常に危なくて、うん、バイ菌が少ないでしょって言いますね。それでバイ菌が少ない、発がん性物質も少ない、うん、まあ、これだけピュアなところにいたらね、いや危ないですよ。だから適切に毒物に接して、まあ、人間も生物として生きるとまあ、いうことがね、うん、非常に大切じゃないかと思いますので、自然の摂理のままに、自然の摂理で、あのね、医療の先端部分、医学の、医学の先端部分ではね、はい、もしかすると人間はもう病気にかからないんじゃないか、
つまりペストとかコレラとか、はい、そういう強力なライオンみたいなやつをもう全部退治できますから、はい、抗生物質とかワクチンで、うん、そうなると残ってるもの、今残ってるもので人間が攻撃されたら全部防げるんじゃないかと言われてるぐらいなんですよ、うん、ですからまあその極端にならないことが大切で、お子さんなんかでもね脱水症状になったりしますから、そうですね、だけどお母さんがよく見てこのくらいなら大丈夫だなと思ったら乗り越えさせているうちに、あのだんだん体が強くなってきますからね、それが花粉症では一番はっきりしていると思います。はい、皆様これヒントにしていただいて ね、 そうですね、少し来年に向けて今からちょっと対策を、そうです、ね、なっている方もそうです、ねね、自分で症状対策していただければなと思いますね、はい、はい、では次のテーマに参りましょう、はい、次はですね本当の話の世界編になりまして、これも話聞きたいっていう方は意外とあのコメントが多くて、うん、この話題になるんですが、はいはい、僕もねこれはあの今からサウジアラビアをずっと話します、はい、でサウジアラビアのことをちょっと調べたいとか知りたいとかなった時に、うん、あの昔の確かこのクローバー Z でね、ネットかでやってたなと思い出してネットで見てくれたら、あ、分かりやすいようなそういうちゃんとした資料に基づく説明を、はい、まあ、5回でも何回でもきちっとやって、そうですね、ああサウジアラビアってこういう国かと、うん、いうことが分かるようにしたいと思うんですね、はい、今日は1回目ですから、はい、結局ねサウジアラビアってまあこういうところにあるんですね、人類発祥のところ、チグリス・ユーフラテス川のメソポタミア学校にあるんですね、はい、それでこうチグリス川とユーフラテス川がトルコの方から長く流れてきまして、こっちがエジプトですね、これもエジプト文明だから、ここはエジプト文明とメソポタミア文明が発祥したところですね、うん、で民族としてはここにアフリカ側にハム族っていうのがいまして、それがあのエジプトを作りました。で元々はここら辺にいたあの現在の日本人がこうずっと登ってきて、ここを通ってずーっと延々行って海行ってこうやって日本にも来たんですけどね、うん、まあ、この道筋ですね、ですから文明があるわけです。ナイル川のあるところにエジプト文明、それからチグリス・ユーフラテスのところにメソポタミア文明ができるんですね。でこれはねこの地図はなかなかよくて、これパッと見るとね、あ、なあそりゃそうだなと、緑だからね、はい、川があって、でイランっていうところはこれイランですけど、これは高原なんですね、それからトルコもちょっと高原なんです、ここにあります。それからサウジアラビアはちょっと砂漠なんですね、ですからここに砂漠があって、エジプトの砂漠があって、ここにサウジアラビア、アラビアの砂漠があって、でここにイランの砂漠がありますから、結局ハム族はこのナイル川の河口に住んで、セム族はどちらかというとこのメソポタミアに住んで、だから将来やってくるここにあのアーリアがいたわけですけど、それがこっちに流れてきてアーリア人の国、アーリア、アーリア、イラン、イランとなったわけですね、なまってイラン、こういうふうになったわけですね。ですから、まず第一に基本的な民族と地形ですね、それ非常に重要で、ハム族とセム族とアラビア人、今で言えばね、それからイラン人、トルコ人っていうのが一つの塊になっております。でそれが今でもやっぱりねギクシャクしておりましてね、それでやっぱりイランとアーリア人のイランとセム族中心とするアラビアとはちょっと違う、アラブ人、それからエジプトはちょっと独立しているという、そういう地形をですね、それからあそうか、小学校の中学校の頃習ったメソポタミアっていうのは確かにここに住みたいわなということも分かると思うんですね。そうですね、はい、うん、次ありますか、はい、それでそういう過去から7世紀にね、620年ぐらいなんですけど、ムハンマド、今ではマホメットってのが出てきたわけですよ。これがねイエス・キリストの僕神様じゃないかと思うとこあるんですね、うん、あれは30歳の大工さんのお子さんで、それで父親しかいなくて、ああじゃあ母親しかいなくてね、父親は神様だって言われてます。それでね聖書を読むとね、これが30歳の若者の考えかなと思うぐらい立派で、これムハンマドもそうで、今ね、マホメットって呼ばないんですよ、ムハンマドって言うんですけど、まあムハンマドもですね、ある商人の子供だったんだけど、突然としてなんかミカエルとかいう天使が降りてきて、はい、わーっと喋ったと、俺は人間だぞって最後まで言ってる、
ね、神様じゃないと。ただ預言者、つまり、神様から言われたからその通り言ってるだけだよとコーランを言ったわけですよ。だけどコーラン全編ね、それから生活指針というのがあるんですよ。それを言ったわけですよ。そしたらね、これがね素晴らしかったわけですよ。で素晴らしかったというのはこれ見たらわかるんですよ。そのマホメットが死んでからね、やっぱり同じようにいっぱい国ができるの、大体これ全部占領するんですよ。これ全部占領するってことはどういうことかって言ったら、教えが正しかったんですよ。だからみんなも納得するし、から集まるし集団になるしって言って、一時はもうキリスト教も圧迫するというぐらいね。だからイスラム教徒がキリスト教徒を圧迫したというとなんか戦争みたいだけど、そうじゃなくて、キリスト教とイスラム教を比べると10世紀ぐらいはね、これはまあ18世紀ぐらいですけど、10世紀ぐらいにはイスラム教の方が上だったんですよね、レベルが。だからイスラムで文化が進んで、それがヨーロッパを圧迫すると。だからこのイスラムがヨーロッパを圧迫したっていうのは、ヨーロッパの歴史を僕ら学ぶんで、イスラムけしからんってことなんで、そうじゃなくて、マホメットの教えの方が良かったんで、それが浸透したんですね。スペインなんかイスラムに占領されたこと何度もあるわけですね。やっぱりそういうことで、正しかったということですね。これはちょっと、18世紀ぐらいのオスマントルコ、トルコの、こことここはまあ産地なんですけど、それは力があふれてここに行くんですね。だからムハンマドからオスマントルコまで、そのイスラム教というものがここら辺の文化を作った、その理由をちょっと次の図でねお話したいと思うんですけど、イスラム教というのはですね、宗教というのはもともと人間世界でいつ頃できたかというと、ほぼ紀元前1000年、もうめんどくさいこといっぱい言わないでですよ、その頃モーゼがいて、それからゾロアスター出てくるわけですね。それでやっぱりこのエジプトとか、それからあそこのイランあたりで宗教ができるわけです。一番進んでました、世界中ではですね、ここは。これで宗教ができる。だから紀元前1000年ですから、今から3000年前は基礎ができます。それからイエス・キリストが今から2000年前にお生まれになって、それでこのキリスト教ができますね。その時はもうイエス・キリストの教えは素晴らしかったんで、ブワーッとキリスト教が流行って、で力をつけるわけです。で7世紀になって今度イスラム教が出てくるんですよ。したらこれは7世紀ですから、モーゼから1700年、それからゾロアスターモーゼから1700年、お釈迦様からも約1000年、それから、イエス・キリストから700年経ってますから、それまでの宗教の欠陥を直すんですよ、マホメットが。それで神と人間だけで中間管理職がいないシステムを作った。坊さん、それは全部いないんです。坊さんや牧師さんね、神父さん、これ全部いないんです。で神と人間だけなんです。だから、モスクに行きますとね、こういう丸いイスラム教のガラーンとしてるわけですよ、はい、してます。もう何にもないでしょ、柱が立ってるだけ、そこに毛布敷いてこうやってお祈りするわけですね。つまり神と自分の間に人がいるはずないじゃないかと。これはもうすごく進んでるわけです、現在でもそうですね。だから神様を敬えばいい、あとはもう中間管理職なんていらない。特にキリスト教の方がご覧になってるのであまり言えませんが、イエス・キリストがもし今でもご存命なら、ローマ法なんていうのがちょっと批判的になるかもしれません。聖書を読むとね、批判してますよ。そういう現世の映画って言いますかね、キラキンのやつは切っちゃいけないと言ってますからね、イエス・キリストが自身がね。それはちゃんと生かされてる。それからですね、セックスと金儲けは正しいってやったんですよ。これはね、仏教も最近までダメだったんですね。お坊さん結婚できない。それからキリスト教もそうですね。尼さんも含めて結婚できない。しかし結婚しなかったら子供が生まれないから、すぐ人類は全滅しますから。それから商売もまともなことですから、そこでイスラム教は結婚も商売も正しいこととして位置づけました。それからもう700年に出てきたので、もう他の宗教もあるんですね。だからモーゼとかゾロアスター出てきた時はもうないから、だからもうそれで行くんだけど、イエス・キリストはちょっと迫害されますね。ところがもうマホメットの時はもうそれを乗り越えてますんでね、今度は他の宗教を排斥しないんです。だから今の硬いイスラム教と柔らかいイスラム教とここでちょっとやったんですけど、本来はイスラム教はですね、
中間管理職いなくて、それは結婚や商売っていう日常生活を認めて、そして他の宗教も認めるっていうことで、非常に近代的な宗教だったんですよ。だって今でもそうですけどね、はい、そうなので非常に力があった。それがやがてですね、エジプトとかサウジアラビアとかイランとかトルコとか、そういうところの発展につながっていくと、まあ、いうことなんですね。ですから、まあ、日本の場合イスラム教に対する、まあ、誤解みたいなやつが、つまり過激なイスラム教、はい、まあ、固いイスラム教って言いますかね、そういうものだけがこうはびこったので、はびこったっていうか、みんながあのテレビが宣伝するのでついついそう思いますけど、あのちょっと 見方を変えてもらってですね、あのさすが一番最後に出てきた大きな宗教なんで、うん、非常に近代化してますし、我々の納得性もあると、うん、まあ、いうふうに考えていただいて、それの今中心がサウジアラビアですね。メッカ、ちょっと戻していただけますか、地図のところまで。もう一個ですね、はい、メッカ、メジナってこれになるんですね。でマホメットはこれでお生まれになり、これで活動したんですね。今はこれ砂漠ものすごいんで、それで今はあのリヤド、これだと思うんですけどね、これがアリヤド、これがですね首都になってるんですね。ここはまあ我々と沿岸で、ペルシャ湾の沿岸で我々とこういいところに近いので、ここで王族は生活しておりますけどね、まあ、みんなが巡礼に来るのはここだと、まあ、いうことなんですね。お時間はどうですか。あ、もうそろそろ、あ、テーマこれ終わりですね、はい、ということで、まあ、サウジアラビアはその後、一夫多妻とかいろいろ面白いこともあり、はい、石油ものすごく量もあり、うん、まあ、日本とすごく関係が深いので、うんうん、一つ時間があったら今後も引き続きですね。そうですね。今日先生があの途中でお話をされた地形の話とか、はいはい、そういう文明のこう発達していく模様がそういったものにも関連しているなんていうのも、そうですね、非常にあの興味深いところがありますね。はい、で今日は、ここまでがテーマということですので、はい、もう少しね詳しいお話、また違ったテーマで、あ、はい、はい、今出ましたよ、お便りがねあるので少しお話をご紹介したいなということで、はい、はい、はい、おすすめ、失礼しました、受験生の話ではなくて、はい、マリ様からいただいたお話に行きましょう、はい、いつも拝見しています。本当に目から鱗で納得のいく情報満載で楽しみにしています。こちらの方は56歳ということで、いろいろそれなりの苦労もありましたが、武田先生のようなお父さんがいたら、私の人生も違っていたのかなとつくづく思うこの頃です。今このようなネット配信の情報が手軽に見聞きすることができ、今の人は本当の情報を知ることができて幸せだと思います。今後も一般の私たちが知らなかったことなどをぜひ教えてもらいたいです、よろしくお願いいたします、はいはい、という、ね、お便りもいただいております。もうあまり制約もここではないしね、はい、僕ももうあの全然利害関係もないので、はい、まあ、できるだけたあの本当の話をしたいと思ってます。そうですね、はい、まあ、皆さんがあの目につくところで本当のところはどうなんだろうって疑問に思っていることなんかも、ね、多分日常の生活の中でもね終わりかなと思いますので ね、ぜひ、今後もよろしくお願いします、はい、それでは時間になってきたということで、はい、こちら視聴者の皆様からね、武田先生の質問、はい、そしてこんなテーマで話してほしい、ね、あとはあの先ほどねお便りも紹介しましたけど、皆様からこの番組を見たり聞いたりしてこんなふうな感想を持ったって言ったら、はい、お話でも結構だと思いますの です、ね、ぜひあの、クローバーネット TV メインフォームがございます。入り口はあるんですか。はい、あります。そちらから簡単にお送りすることができますので、ぜひあの送ってみてください。またこの番組はですね、毎月第2第4金曜日生放送でお届けしておりますが、次回は2週ほど開きますが、あの先生から話を聞いたというところで、あのスタッフから取材に何か行きたいというようなお話が出てきたということで、もしかして今後、はい、視聴者の方とどこかでお会いするようなこともあるかもしれないという、ね、まあ、埼玉にご縁があるからね、ここ、はい、ちょっと埼玉の有名なところも行ってみたいなと。そうなんです。だいぶ暖かくなってきたから、そうです、ね、ちょっと行きたいなと思ってる。私も先生とのデートの時間が増えるかと思って楽しみにしていきたいなと思います、はい、はい、ということで次回のお知らせです。4月13日の金曜日の夜の7時から、今回と同じ埼玉県志木市のスタジオからお届けいたします、武田邦彦の本当の話。また次回もお楽しみ。本日ありがとうございました。どうもありがとうございました。